何しとんねん、何しとんねん、何しとんねん、何しとんねん。皆さん、お久しぶりです。オークスヘッドコーチの山本です。何ちゅうじゃん、お前。何ちゅうじゃん、しとんじゃん、お前。早くも今シーズンワースト争い試合出てもうた、お前。もうひどいよ。ひどすぎたよ、今日の試合。もうわし、ベンチで呼吸しとったからね。せっかく不幸だよ。8回まで。無失点。完璧なピッチング見せとった、ちゅう。最終回、先頭代打野口が、やらしいところにサードゴロ打ちよって。失礼。ホークスの時やたら打ちおる福田周平がセンター前でなんやかんやってワンアウト満塁で吉田正尚、もう嫌な予感してよ。この時点で、この時点で吉田正尚得点圏打率4割、嫌な予感しかせんよ。と言いつつもまあ3割打てれば一流の世界、得点圏打率4割取って半分は超えてない、過半数は 60% は、まあ、ボンダするわけやから、まあなんだかんだなんとかなるやろ、ノッノッって思いやった。そしたら普通にタイムリーポーン。お前ちょ、お前ちょ、何してんねん、お前。なんでそんなことする。今までずっとフォアボールでお散歩しとったやないか。あの打席もお散歩してくれよ。そしたら押し出しやけど、押し出しの方がマシやった、お前。な、で、まあ出せんなやけど、ひどい。おい出せ、タイムリーを打って。ねえ、結局イサミちゃんのツーランだけやないか。も初回から何回チャンス作んねん。まあ、わしの目算やと余裕で10残塁超えとる。余裕の2桁残塁。点が取れそうと期待させといて、期待させといて、何もせん。怖くなきゃどうしよう、お前ら。なんもないやないか、結局。期待させといて。高カファンの精神持てやそうだ、お前。その調子は延長でも続き、ツーアウトながらランナー3塁置くのに。あと1本が出ず、11回裏。もうやろ。ランナー、ためため、くれくれ、バヤバヤ、さよなら、タイムリー。はい、ひどすぎです。ひどすぎです。とんでもないよ。時期よ、これは。そっと押しかけました、わしは。はい、気失うかと思った、ほんま。ホークス、千賀滉大の完封を目前にしながら、結局、逆転負け、角負け越しです。どないなったんだ、ほんま。そして明日から、ビッグボス率いる、日本ハム。移動日なしの、大阪からの北海道。選手の疲労は計り知りません。わしの体の疲労度も計り知りません。きつい負け方した直後に、西から北への大移動。タフな展開続きますが、過ぎたことはしょうがありません。前を向いて、戦っていきたいと思います。毎度毎度言ってますが、今回はわしの最後に皆さんに価値をお届けすると生きることができません。すいません、自信が持てません。まあ皆さんが大体疑問に思う采配は藤本くんで、皆さんが褒めたたえるような采配は大体がわしのものなんで、まあ批判は全て藤本くんの方にお出します。まあしゃあない、しゃあないよ。ガスにもあれば負けにもある、野球に3試合もあるからの。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またまた。Gracias.